パリ国立オペラ、パリ国立オペラ、プラ、ナショナルでパリは、フランスを代表するオペラ、バレエ団体である。文化省が管轄する、商工業的性格の公共機関、イテイブリスメントプブリシンディストリエルエコマーシャルフランセの一つで、過去、現在のオペラとバレエ作品の紹介を使命としている。主に、パリのガルニエグーとオペラバスティーユで講演している。この団体を指して、 オペラザ、パリオペラザ、パリ国立歌劇場と呼ぶこともある。シーズンは9月に始まり翌年7月まで。更新育成の教育施設を持ち、また、青少年のための催しを毎シーズン開く。パリ国立オペラとは、パリの国立オペラ、バレエ劇団の1994年以降の名前である。源は、下記、劇団名の変遷の項にある。 音楽アカデミーで、それは、作曲家、ロベール・カンベール、ロバート・キャンバートと組んで、宮廷用オペラを作っていた詩人、ピエール・ペランの聖願が、財務総監、コルベールの中立ちで、ルイ14世に認められ、1669年に設立された。その後、王立、帝国立を冠したことも、単に、オペラと呼んだ時もある。その、オペラ座、または、 パリオペラ座の故障がいつ頃から広まったかは明らかにできないが、1875年会場のカルニエグルの所在地はオペラ広場で、1878年布設のカルニエグルとコメディフランセーズとを直に結ぶ街路はオペラ大通りである。日本のある普通話辞典はオペロ、歌劇、歌劇場、プラ、パリのオペラ座と書いている。劇団が本拠とする劇場も、 世界初演とその時の劇場にあるように移り変わった。1672年、イタリア生まれのジャンバティスト・リュリが、ペランとカンベールを追い、多くの自作を講演した。しかし、後継の親族らの経営は低迷し、1733年以降のダモーのオペラは評判を呼んだが、赤字は積もった。フランス革命の十年ほど前には、ドイツのグルックとイタリアのピッチンニのオペラが、 セり合った。革命期には、迎合的な作品も上演された。経営者が次々と変わり、ナポレオン政府の1807年の経済的措置で、ようやく救われた。1821年からの11代目の劇場猿、ルペルティエでは、まずパリに滞在中のイタリアのロッシーニが活躍した。ドイツのマイア・ベア、イタリアのドニゼッティもパリに住んで、オペラを描いた。 初演ではないが、ワーグナーは、タンホイザーのオペラ座公演、1861年3月13日のため、パリ人が好きなバレエを書き加えた、パリ版と呼ばれる。1880年3月22日には、ベルディがカルニエグで、アイーダの棒を振った。304年前の発足時から、この劇団は、内外の多くのオペラと、バレエ等を舞台にかけ、諸国の指揮者、 歌手、演奏家、舞踊家、管弦楽団、歌劇団、バレエ団などを広く招き、世界的な歌劇団としての役割を果たしてきた。雑木のオーケストラと合唱団を持ち、それぞれが演奏会も開いている。また、メトリーズでオードセーヌ、メイトリーズでオデセーネが公式の児童、合唱団として活躍する。オペラ公演では、管弦楽は、 雑木のパリ国立歌劇場還元楽団が大半を受け持つが、バレエ公演では雑木オーケストラの他に、コンセール・コロンヌやイルド、フランス国立還元楽団などが受け持ちことも多い。劇団名のフランス史の節目ごとの変遷を列記する、以下、1、2、3と上内小屋を年代順に列記し、その劇場で初演された作品を年代順に並べる。 星印は、バレエ作品で、作曲家名の次に墨付き括弧でくくったのは、振付師の名である。一サルドラブテイユ、1671年から1672年、現在のロック、マザランガイ、ザス交代で放棄。二サルドベルエール、1672年から1673年、リュクサンブール公園の北隣、老朽化で移転。 三代一時サル、デュパレロワイヤル、1673年から1763年、現在のルーブル美術館北隣、1763年に火災。四ルでマシーヌ、1764年から1770年、現在のチュイルリー公園の登壇。仮住まい。五代二次サル、デュパレロワイヤル、1770年から1781年。 ルーブル美術館の北隣。1781年に炎上。ロクサルドムニュプレジール。1781年。現在のガルニエ宮の東1キロメートル。カリズマイ。7。1781年から1794年。10区のサンイコールマルガンモン付近。強度不足で移転。8テアトルデザール。 1794年から1820年、2区の国立図書館の西、現在は、ラモー公園。テロ事件で取り壊し。旧サルファバール、1820年から1821年、現在のガルニエ宮の東400メートル、カリズマイ。1サルルボア、1821年、2区の国立図書館の道路越し西正面。カリズマイ。 11サルル・ペルティエ、1821年から1873年、ゲン・ガルニエグーの東400メートル、1858年に、テロ事件、1873年に消失。12サル・バンタドゥール、1874年、現在のガルニエグーの南南東500メートル、仮住まい。13・ガルニエグー、1875年隊。14・オペラバス・ティーユ。 1989年代、フランス語版ウィキペディアに記載されている。2004年から2009年までは、ジェラール・モルティエが総支配人を務めていた。現在の総支配人は、いろいろなウェブ情報のほか、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。